皆様、こんにちは。杉村と申します。私がツイッターで投稿するタブロー極めるにご参加いただきありがとうございます。この動画ではタブロー極める Day29 の回答をさせていただきます。よろしくお願いします。タブロー極めるの問題ですけれども、私のツイッター、もしくは私が投稿するタブローパブリックの URL にアクセスいただき、 こちらのタブローを極める問題集、回答集を使いながらこの問題に取り組んでいただきたいと思います。タブローパブリックのアカウントを作っていただきましたら、タブローを極める問題集をクリックしてください。クリックいただくと、デイ1からデイ29までの問題が入ったワークブックを確認いただくことができるようになっております。右上のダウンロードボタンからタブローワークブックで ダウンロードいただき、お手元のタブローデスクトップで開いてみてください。タブローデスクトップで開いていただきましたら、プレゼンテーションモードにして、Day29 ですね。確認していきます。今回の問題は、パネルチャートを作成してくださいという問題になっています。可視化する内容は、都道府県別の売上のカテゴリーの内訳ですね。 を求めるというものになっていますそれでは問題に取り組んでいきたいと思いますワークシートに移動していきます今回利用する計算式というのが少し複雑なものになりますのでこちらの左側にですねキャプションを入れながらご説明をさせていただきたいと思います 通常ですね、まあ、こちら、あの円グラフが今表示されてますけれども、都道府県をですね、まあ、行に入れますと、この行方向に軸を切ってくれます。もしくは、このように軸を入れ替えてみると、横方向になりますね。そうすると、一覧性があのとても低くなってしまいます。 あのシートの幅としてはですね、ここ全体あるにもかかわらず、行か列で切ってしまうと、まあ、一つの方向にしかならないといったデメリットがあります。そこで、まあ、このようにですね、画面あの全体を使って表現できるパネルチャートという表現がありますので、まあ、今回はその問題に取り組んでいきたいと思います。はい。それでは、どのようにやっていくかですけれども、 ここでですね、早速ですが、計算式を作っていきます。まず、どのような計算式なのかといいますと、少しコッペで貼り付けてしまいますが、イントカッコ、インデックスカッコマイナス1割ることのイント、SQRT サイズという計算式ですね。 そして、え、まあ、こちらと合わせてですね、え、列についても作っていきます。複製して、え、こちらをですね、え、列にしていきます。はい。列ですね。え、今回この、え、行と列ですね、え、指定をしましたら、 早速、あの、ま、ちょっと作っていってしまってから解説させていただきたいと思います。実はこの計算式というのは Google でですね、タブローブランクパネルシートで検索いただくといろんな方があの解説をしてくださっていますので、ぜひ調べてみてください。ここでは都道府県ごとにこの円グラフを作成していきますので、都道府県というのを この詳細に落としていきます。そしてこの行と列に関してはですね、この都道府県ごとに計算していきますよということで、特定のディメンションで都道府県を指定します。そうすると、このようにですね、もうパネルチャートが出来上がったということになります。では、この解説をさせていただきたいと思います。 まず、列ですけれども、ここにですね、あのまあ、計算式の中の詳細を書かせていただきました。まず、列の計算の詳細ですけれども、このインデックスカッコマイナス1っていうのはですね、これあの、ここに書かせていただいている通り、0から44を、まあ、番号を振ってくれるものになっています。 このインデックスを使ったことがない方は、インデックスを返すという計算式だということがわかるわけなんですけれども、このような複雑な、ある意味式をですね試していくときには、そのつど、計算を分解して、試しに、なんですかね、計算結果をラベルで表示してみるというのも非常におすすめです。 ここではあの、計算1の表計算を都道府県ごとにやりますと、えー、このようにですね、インデックスカッコマイナス1というのは、まず、えー、左上から0、1、2、3、4、5と番号を振って、最終的に47、44ですね。47都道府県あるんですが、まあ、今回、あの売上が発生してない都道府県もあるということで、まあ、0から44の、えーまあ、数を振ると、 という計算式になっているんだなということが、まず行で分かり、分子レベルで分かりますね。で、次はサイズですけれども、このサイズというのは、ここに書かせていただいているとおり、45を返します。これはですね、このサイズ、そもそも何なのかといいますと、 パーティション内の行数ということになるので、この数ですね、都道府県の数を返してくれるというのが、このサイズという計算式になります。まさに45を返してくれてますね。はい。で、この sqrt ですね。この計算式は、数値の平方根を返すという計算式です。ここでサイズ、カッと。 しますと、45の平方向になるので、6.708という計算式が返ってきます。そして、最後に、これをイントで列の分母はですね、くくってますけど、分,分母というよりは、あの、まあ、後の計算式はくくってますけれども、イントでくくると6。で、ラウンドでくくる場合もあります。 まあ、ラウンドの場合は7ですね。6.708に対して、えーまあ、その小数点以下を切る場合にはイント。で、ラウンドで最も近い整数を返すときにはラウ,ラウンド、えー、という関数になります。えー、そのようにあのなですね、式の構成になっているんですけれども、これ、つまり計算するとどうなるのかといいますと、このというのは余りの、えー、を 割った余りを返すという、えーまあ、ものになっていますので、えー、まず、えー、この頭がです、ね、0から44を返すということだったんですけれども、えー、0からここ44ですね。えー、そして、えーまあ、この平方根で返してイントが6になるので、そのの後ろは全部6になるわけなんですけれども、えー、6で0を6で割って余りは0ですね。で 1>, 1を6で割ったら、まあ、0余り1になるので012345ですね。で、6まで来たら次はまた1に戻ります。えー、つまりこの012345をですね、えー、失礼しました。この6は、6%6 は0ですね。012345を繰り返すということになります。 つまり、ここの列というのは、0、1、2、3、4、5を繰り返してあげますよという式になっているわけですね。つまり、あのまあ、結果的にはこれはイントの場合には0から5の6列を計算してくれると、切ってくれるという計算式になっています。行に関しても同様でして、こちらの計算式はあの、まあ、列と同じような考え方になっています。 って言ってですね。まあこの余りを返すのではなくて、まあここは割るという計算式になっているわけなんですけれども、行のみ、列は頭イントでくくってませんが、行はくくってます。イントでくくってですね、これが0から44まで、そして割ることの6になっているわけなんですけれども、そうすると、0からですね、 7を返す式になっています。つまり0から7になるので、行は8行ということですね。行と列の組み合わせで切って可視化するというのがパネルチャートになっています。 でえー、こちら、まあ、ラウンドとイントでですね、返される数が異なりますので、まあ、列を増やすのか、まあ、行を増やすのかというのが、まああの、変わってくるということになります。まあ、ラウンドの場合には7列になるので、えー、こちらが増えてですね、えー、そして、えー、こちらはあの、まあ、行に関しては0から6になるので、 あの今回のイントに比べると行の数は少なくなるということになります。はい。そうすると、まあ、このように計算式を使って、まあ、表計算の編集で、その行と列を都道府県番号ごとに計算するというふうにすればですね、パネルチャートが出来上がるということです。ここではヘッダーを非表示にしてしまいます。 そしてですね、あの、問題の回答の方では、ここに、どこの都道府県なのかというのを、表示するといったことを行っていました。その方法ですけれども、ここで min という関数を使っていきます。はい、で、ここではですね、だいたい30ぐらいで指定していきますけれども、そうすると、まあ、このように、あの、 メジャー項目を作れるんですね。この min というのは、あのまあ、データ上はそもそも含んでないんですけれども、メジャーを作り出すためにこのような使い方をしています。で、そうしましたら、まあ、こちらはですね、min30 の方はテキストだけ表示していきたいので、ラベルとしまして、これをテキストにすると。はい、そして、こちらをですね、 20軸にします。そして軸の動機です。そして軸の編集を行いまして、マイナス14から、まあそうですね、35ですね。マイナス20くらいがいいですかね。マイナス25にしましょう。 あとは微調整ですね。このように調整しますと、このラベルがあって、かつその下にその都道府県の売上の内訳が出てくると。そしてここでは軸をですね、ヘッダーを非表示にしてしまいまして、そしてこちら、ビュー内で書式、右クリックの書式設定。で枠線がありますので、これをまずなしですね。 列に関しても、えー、なしというふうにしてあげますと、えー、このようにパネルチャートで各都道府県見ていくことができます。えー、そして、まあ、この計算1はですね、ちょっとパーツでお見せするために使ったので消していきます。はい。えー、そして、ここの都道、 すべてにですね、都道府県を落としまして、えー、ここはまあ非常に細かいところにはある、なるんですけれども、えー、都道府県の並べ替えで、えー、フィールドでですね、えー、指定をしまして、えー、これを、例えば地域ごとに並び替えると、公順ですね。そして最初値とすれば、 この最小値というのは、あのまあ、結局のところ、地域のデータソース順になります。データソース側で決められた順番ですね、に、えー、基づいて並び替えるということになるので、まあ、都道府県がバラバラに配置されているよりはです、ね、北海道、東北、えー、そして中次は、まあ、日本地図をイメージはしていないので、中部が来てと。 ということで、まあくまでデータソース、地域のデータソース順にはなるんですけれども、もし日本地図をイメージしてですね、えーまあ、東日本から西日本に流れていくように並べ替えたいといった場合には、マスターデータの方で地域の番号を持ってですね、それに基づいて並び替えるという方法になるかなと思います。そうしましたら、最終的にですね、まあ この完成イメージとしては、色をですね、この2021.4で使われている、新機能として出てきたセールスフォースパレットというものを使って、このように可視化をしてあげたいと思います。こちらがおそらく薄い緑だったかなと思います。はい。これで、 タブローを極めるの回答は以上となりますこのようにですね、今回円グラフだったんですけれども、線グラフでパネルチャートでですね、余分なスペースをうまく残さずに、うまく使って全体を閲覧できるようなビューを作成する、よく使われる可視化表現となりますので、 ぜひですね、この計算式すべて覚えていただく必要はなく、まあ、調べていただくと出てきますので、えーまあ、今回はそれを分解してですね、解説するというところまで行わせていただきました。それでは今回のタブローを極める Day29 以上とさせていただきます。ご参加いただきありがとうございました。